んは皆さん、どうもミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい。今日はですね、毎月ですね、月の初めになるとみんなが送ってくれたお手紙、イラスト、プレゼントなどが届くんですよ。だいたい先月分だから、今5月の9日に撮影してるから4月の分が5月に届く、1ヶ月遅れて届くのね。っていうことでね、今日今家で U-NEXT でレミーの美味しいレストラン見てたのよ。そう、 U-NEXT でさ、グレイテストショーマンが、皆さん見ました？グレイテストショーマン。やばいから見てね。U-NEXT でね。もう今先行デジタル配信っていうことで。もう見れんの U-NEXT で。U-NEXT マジやべえから。もう U-NEXT でずーっと一日中YouTube の編集やらないで映画見てる。まあそんなことはどうでもよくてですね。まあ家にいたのね、映画見ながら。ゴロゴロしながら見てたら、ピンポーンって来て、なんだろうと思ったら、郵便局で、荷物届いて、あ、そっかと思って、先月分の、でかくないこれ。今日はですね、まあすごい量だったんで、開封していこうと思う。一応、ここだけ開けたのよ。この段階でやばいから、動画やろうということでね。そう。本当は毎月やった方がいいんだけどさ、やっぱ手紙2、3枚とかだったら、嬉しいんだよ。嬉しいんだけど、動画にはならないからさ。これなんか、これとか、うわ、これなんだろう。うわ、なんだろう、これ。こういうのとか。これだよね、うわ、白菜。あとは、これと、これと、これと、これ。そして、これと、これ。はい、これでこちらからでーす。ということで、まずですね、これからいこう。はい、オッケーでーす。よし。うわ、なに？うわ、なに？うわ、お手紙入ってる。これちょっと読む前に、読んでから行く？いつも読む前にしてるから読んでから行こうか。めっちゃ綺麗な字なんだけど。ありがとうございます。クッション2つとフィギュア3体を送らせていただきました。動画にできそうなら載せても OK です。ということで、ありがとうございます。商品提供ありがとうございます。じゃあ行きますよ。まずこっちからかな。うわ、すげえ。あ、ディズニーだ、袋が。かわいい。これディズニーストアのかな。あ、かわいい。袋の段階で、興奮しております。ありがとうございます。これ、悩んでたよ。そして、うおー、マジでありがとう。ありがとう、ありがとう。2つもらいました。ありがとうございます、ありがとうございます。お前自慢すんなや。いや、してもいいよね、すごいだろうって。そして、うわ、すげえ！スノハレの衣装を着た小鳥ちゃんのフィギュアということでございます。で、これが、うお！サニーデイソングの衣装を着たリンちゃんでございます。そして、これ、あー！これあれじゃん、ボカロのじゃん。詳しくはわかんないけど、ボカロイドって書いてあるもんね。ボカロの、これわかるよ。私読めないけどわかるよ。この子なんて名前？これ。ルカちゃんっていうのかな？ルカちゃん。知ってる知ってる。私知ってるよ、これ。初めてもらったボカロのフィギュア。やべ。で、以上でございます。ということで、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあこれかな、これ。これね、フィギュアって書いてあるのよ、ここに。このまま行きますよ。せーの。ポン！お、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 大好きだったら大丈夫のチカちゃんのフィギュア。ない、手紙がない。かっこいいよね、たまにいるんですよ。物だけこう送ってきてくれる人。私のイメージ、お名前はって聞いて、名乗るようなもんじゃない。で、こう背中で語ってるような感じだよね。私にとってそういう感じよ。はい、ということで、チカちゃんのフィギュア、大好きだったら大丈夫のものでございます。やべえ、フィギュア4個だぜ、もう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、それがさ、これすごいのがだよ。被りがないの。いや、被ってもいいんだよ。被ってもいいんだよ。全然もう、もらえることが奇跡だよ。だから、いいんだけど、チカちゃんのフィギュアなんてもう、3体目、3体目、もらってんの3個。一つだけ自分でクレーンゲームで1回で撮ったやつがあるんだけど、全部被ってないの。まあ、それだけ種類が出てるっていうのもあるんだけど、やばない？ありがとうございます。みんなよく見てるよねっていう。はい、次行きまーす。はい、こちら。ぬいぐるみって書いてある。なに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 ？うわ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 、なになになに？ちょっと雑に開けちゃって、うわ、なになに？なに？うわー、やべえ！ちょっと手紙から読もう。アフタースクールも見てくれてる。うわ、ありがとうございます。はい、ということでね、まずね、じゃじゃん！ぬいぐるみってこれでした。寝そべりぬいぐるみ2年生の夢で夜空を照らしたいの、チカちゃんの寝そべりぬいぐるみでございます。かわいい、これ。やばい、はじめましてだね。
でっかいチカちゃんの上に、あ、いいね、あ、かわいい。して、はい、なんだこれ、シールウェハースのチカちゃんとパジャマバージョンのヨウちゃんですね。かわいい。これさすがヨウチカ好きなの分かってる。で、これはなんだ。お、なになになに、お、なになになに、おー、これ欲しかったんだよね。みん、友達が持っててさ、これさ、じゃじゃーん、チカちゃんのイヤホンジャックでーす。はい、ということで、寝そべりとイヤホンジャックと、そしてカードとシールでした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、次行きましょう。もうでかいのから潰していこう。こちら。手紙グッズって書いてある。よいしょ、よいしょ。せーの。ポン。お、セガだ。ズーラーじゃなくて、セガーですね。ミッキーだよ。みんな。テープがミッキーだよ。細かいね。野菜とか好きだよ。いきますよ。せーの、お、なんだ。せーの、ポン。お、お、お、お？お手紙。ミッキーさんの妹さん、お誕生日おめでとう。マジで？うちの妹への？マジか。ちょっとこれ妹に渡さなきゃ。で、トレーディングしおりバージョン1が3枚と、チカちゃんの、あ、シールこれ好きなの、ありがとう。そしてチカちゃんのブロマイド1枚とマキちゃんのブロマイド1枚。うわ、やべえ。あー、そして一番くじの、アクリルボードチカちゃん。そして、あ、よしこ、おー、よしこちゃんの、よしこちゃんのなかったからね。あの、物消しのね、あの、セブンイレブン第3弾ですよ。今年の3月からやってたやつ。あれの第3弾、見ていただければわかると思いますけども。現在ですね、4月16日の、朝8時44分です。寝起きです。ありがとうございます。今日の動画は、ラブライブサンシャインとセブンイレブンがコラボした限定商品がもらえるというキャンペーンの動画です。今回のキャンペーンの最後の最後によしこちゃんだけゲットできないという不運です。ということで、もう完全に私のミスですね。で、今よしこちゃんだけないんですよ。よしこちゃん欲しかったな。ここまで来たら全員欲しかったよね。それでよ。その動画のコメントで結構なんか、他のコンビニ行けばまだあるじゃないですかとか、あと僕のところにまだありますよとか、私のところのコンビニはまだありますよみたいな書いてあったんだけど、買わなかったのよ結局。近くにセブンもそこしかないし。っていうので。やったー、コンプリートじゃん。ありがとうございます。で、最後に、チカちゃんの、これ後ろでね、こう、ペタって止めるタイプのラバストみたいなやつ。以上でございます。やべえ。アクリルボードからちょっと行かせていただきます。ちょっとここじゃ立てられないんで、後で動画外で。これ逆だろうな。帰ってきた？はい。帰ってきた？うん。ちょっと来て。はい。何？ちょうどいいタイミングでうちの妹が書いてた。何？スクイーズ？スクイーズ。うおー。スクイーズと手紙が入ってたって。うわ、ありがとうございます。うわー、すごい。うおー、すげー。すごーい。こんな感じ、こんな感じのバースデーカードだね。かわいい。はい。やったねー。大事にどうぞ。うちの妹とか、タンポポとか、あと森田ちゃんのも、私が受け付けてるんで、ミッキーとその仲間たちに送りたい方はもうミッキーに送ってください。もうミッキーさんへこれ、読んだ方がいいよ。ミッキーさんと同じ年の娘がいるって。ありがとうございます。そうか。いやー、嬉しいね。嬉しい。私友達の小鳥に、ミッキーグリ手伝ってもらった時に言われたんですけど、年齢層が、幅広いよねって言われて。私言われて思ったんだけど、それってすごくない？だって、結局みんな偏っちゃうものなのよ。やっぱ私はさ、まあ、もう YouTube やって、もう3年目ですけど、このチャンネルやっては3年目ですけど、始めた当初は中学校3年生だったから、当時は学生の方がやっぱよく見てくれてたし、やっぱそういう動画ばっかになっちゃうよね。結局現役だから。でも今ってさ、もう現役ちゃうやん。もう高校辞めて1年経つけど、始めた当初と今だと全然また違うんだなっていうのがよく分かってて、本当にね、それってね、すごいよ。本当にすごいと思う。本当にありがとうございます。ということで、トレーディングしおり開けよっか。2枚入りなんだ。いきます。せーの、1つ目。ポン。おー。おい、おしりこ。2枚目。ポン。おー、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 よし、よ、よしりこじゃなくない？ねえねえねえ、チカリコ。ミッキーさんこれチカリコ。もうカップリング間違えないで。よしりこどんだけ引きずってんの？セブンイレブン2万点おめでとう！どう？いきますよ！ 3、2、1、アクアサンシャイン！おー、うおー、ほほー！おー、お前似たようなリアクションしかしねえのかって感じだけど、これは大丈夫ですか？
よしりこうじさん。これ、ラブライブ知らない人からすれば、はぁ、何の話って、よしりこうじさんって何って話だと思うんだけど、好きなカップリングっているからさ、カップリングってあるんですよ。ね、CP って書いてカップリングって読むんだけども、ね、今それでね、お泊まりでね、電撃実マガジンのお泊まりのさ、やつでさ、好きなカップリング選んでくださいみたいな変なね、もう戦争が起きるようなね、戦争勃発するんじゃないですかって、もう勃発してますよっていう、まあ、アクアの中でナンバーワンカップリングを決めろみたいなね、そういうものが起きてるわけなんですけども、まあ、その中でこの、第何話、第何話だっけ、ラブライブサンシャインの、まあ、ラブライブサンシャイン2期の、このエンディング、よしりこでこうやってるやつ、これ大丈夫ですか？本当に申し訳ない。本当、チカリコ勢の人、本当に申し訳ない。そんなに効果がないでー。はい、よしまる。はい、こちら2枚目よしまるでした。いいね、私本読むんで、私本も読むんで、そう、最近東野圭吾さんのね、本に手を出そうとしております。はい、3個目があっててー。おぉ、おぉ、よぉ、お前だから分かりやすすぎだって。もう分かった。もう分かった。黙る。はい。黙る。顔がうるさい。はい、じゃあ次行きましょう。これ行こうかな。こちら。可愛らしい絵が描いてある。後ろに、動画で紹介してねって書いてあります。おぉ、なんだ？いきます。一つ目、ポン。おぉ、寝そべりプチフィギュアのリコちゃんでございます。これね、チカちゃん持ってんのよ。チカちゃんもいただいたんですよ。で、今財布につけてんのね。やった。そして、これは、ファイル。やった。かわいい。お手紙でーす。見てください、このミッキーを。めっちゃかわいくね、これ。結構年下の人も送ってくれんだよ、だからこうやって。全世代から人気だぜ。ミッキーマウスやん。ちょっと出来がこれ。ちょっと言ってみたかった。はい、じゃあ次行こう。これ行こう。せーの。え、なんかいい匂いする。え、なにうわ、スクイーズ入ってる。衣類の香り付け専用アロマジュエルいただきました。ありがとうございます。これうちのお母さん大好き。喜びますね、こういうのね。そして、マリちゃんとヨシコちゃんのウェハースのカード。で、レターセット。手紙。ありがとうございます。はい、じゃあ次。これは？あ、これ全部手紙だね。うわい。うわー、実写。こちらお手紙すべてでございます。じゃあこれいこうか、最後にこちら。お手紙はゆっくりと後で読まさせていただきます。ご了承ください。いきまーす。せーの。でれれ。花丸ちゃんのキーホルダーでしょ？あちかちゃんの缶バッジ。ダイヤさんのマグネット。そして、大量のカード。そして、後ろは、ミューズの、ね、スリーブだっけ、なんだっけね。すげえ、ありがとうございます。ちょ、手紙読もうかな。ライバーの方からいただきました。ありがとうございます。あ、待って。ちょっと待って。森田ちゃんの手紙。森田ちゃんの手紙見っけたわ。ちょうどいいや。今週会うんで。多分これ前も送ってくれた子だと思う、私。はい、ということで本日はですね、みんなが事務所に送ってくれたお手紙、イラスト、プレゼントなどが、うちに届いたので紹介してみたという動画でした。本当にいつもたくさんの方々送ってくれてありがとうございます。本当何もしてないんだけど、こうやって物もらったりとか、それだけじゃなくて、物とかそれ以上に気持ちとかがさ、それと愛とかがさ、すごいいただくものなのね、こういうのって。そういうのってやっぱ気持ちとか全部少なからず入ってるものだから、今なんかそう考えるとなんか、あ、すごいんだなっていうのを思ったりとか、だからとりあえず本当にありがとうございますっていうことですね。動画の概要欄に宛先が書いてあるので、まあ、もしね、送りたいなとか、動画に使ってよとかいうものがありましたら、ぜひぜひ、送ってみてください。ということで最後まで見てくれてありがとう。では次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。いつもありがとうございます。君と